宮田和樹は、大阪府堺市中区出身の元プロ野球選手。左投げ左打。小学校4年生の時に野球を始めた。大阪府立副線高等学校3年生児の第88回全国高等学校野球選手権大会、大阪府大会の大阪府立上等工業高等学校との1回戦では、後にヤクルトに入団する。 山田博樹に完全試合を喫し、最後は自身のボークにより7点目を失ったことで決着がついて敗退した。高校卒業後は大学に進学予定だったが、素質を買われ、工学健康医療専門学校に進学。社会人野球に参戦している同校の公式野球部に所属し、社会人企業チームやクラブチームとの試合をこなした。 2008年10月30日に行われたプロ野球ドラフト会議で埼玉西武ライオンズから6巡目で指名され入団。背番号は68に決まった。2009年8月26日のタイト北楽天ゴールデンイーグルス戦の9回に4番手でプロ初登板し、1回を投げ飛安打3、脱三振に自責点2だった。2011年は、 イースタンリーグで31試合に、登板、34回1、3を投げ、リーグ最多の11冒頭を記録した。2013年は2軍で36試合に、登板、52回1、3を投げたが、予試9数は、イリーグ最多の49を記録した。2014年9月30日の対北海道、日本ハムファイターズ戦の同点の4回、1試の場面で2番手で登板し、 一回に3を投げ、無失点で初ホールドを挙げた。シーズンオフには、福倉健太郎、佐藤勇、誠、藤沢徹明と共に、オーストラリアンベースボールリーグのメルボル運営シズに派遣され、ウィンターリーグに参加した。2015年1月5日に、婚姻届を提出し入籍していたことが8日に発表された。 春季キャンプでは A 班でスタートしたが、開幕直前に左腕に打球を受けた影響でに、軍に降格。5月12日に出場選手登録され、31日の対阪神タイガース戦において3点ビハインドの7回表に、当番1回を投げ、無失点だったが、裏の攻撃でチームが逆転し、そのまま勝利したことでプロ初勝利を挙げた。 2016年6月30日に、左ひい尺骨神経移行手術を行い、実践復帰まで約3ヶ月の見込みと発表された。一軍での登板はなく、10月1日に、球団から戦力外通告を受けた。その後11月12日に行われた12球団、合同トライアウトに参加。打者3人に対し、批安打0、奪三振2の成績だった。 12月2日付で自由契約選手となった。その後2017年4月からライオンズアカデミーコーチに就任することが発表された。2018年度の NPB ジュニアトーナメントではコーチとしてチームを準優勝に導いた。西部入団時での直球の最速は時速1 4 4キロメートル変化球はスライダーなどを投げる。左投げだが、 持病の腰痛の症状緩和のため、高校時代から右手で投げる練習を行っている。ありがとうございます。